ソラ、どうしてダインと一緒に。蛍、その人は私の敵。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。確かに、こんな優柔不断なままではいけない。いや、やっぱりいい。お兄ちゃん、旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。しかし、人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば、神の視線を一身に受ける。あれらの願いは、距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。